青系色、北新地方高系色、東新地方赤系色、中新地方緑系色、南新地方南新地方とは、長野県の南部の地域を指す。諏訪湖から稲田にまでの天竜川流域一帯を、総メめた範囲、一般的分類としての南新地方、中央自動車道沿線にあたる。県庁が地域区分をするときや、学校間のスポーツ大会にも用いられる。 長野県立高校の第三学区の区域に該当する。競技では、稲谷の一帯で、飯田線沿線、稲地方と呼ばれることもある。さらに、飯田を中心とする下稲郡を、南新州飯井地域と呼ぶことがある。特に自然地理や交通では、中央本線、甲州街道、中山道の沿線にあたる諏訪地域を、むしろ、稲地方とは区別して、松本諏訪地方として、 気象区分など、長野県中部に区分することもある。基礎地域は、天竜川流域ではないので、南進地方には含まれないが、観光ガイドでは、基礎、稲としてくくられることがある。天気予報でも、基礎と上下稲が一組で、長野県南部に区分されている。諏訪湖周辺及び天竜川流域に位置し、西を基礎山脈に、東を赤石山脈に挟まれた地方である。 長野県に属するが、日本海側である北進地方とのつながりは中心地方以上に浅い。戦国時代には、武田信玄や徳川家康の領土だった地域で、中央本線沿線の松本地域と山梨県、天竜川流域で遠州灘沿岸とのつながりが深い。東都海や東三河との間では、行政面の交流が活発であり、 三円南進という自治体間の交流圏を形成している。特に南端部に位置する矢作川流域の根羽村や平屋村は隣接する愛知県豊田市等の自治体との関わりが深い。同州制論議でも中部州への加入を望む動きが出ている。立領制度下で五木七道が整備され、東山道稲郡、諏訪郡に属した。両政国では稲谷と諏訪盆地の一帯が 諏訪国として分立した時期もあったが、短い年月で信濃国に編入された。戦国時代には武田信玄の領土になった。武田信玄と徳川家康の構想に由来する地名として平古志峠がある。江戸時代になると、現在の上稲郡の内を多切り側、文具稲峠北の地域は高東藩の領土となり、下稲郡は飯田町周辺の地域で飯田藩。 残りの地域から上稲南部にかけて幕府領、諏訪軍は高島藩の領土となった。また、江戸時代から明治時代にわたって稲地方は日本でも有数の林業地帯となり、稲地方産の木材は天竜川の周運を利用して下流の円周灘沿岸に運搬されていた。この稲地方産の木材は明治以降に浜松で 楽器産業が起こった要因にもなっている。明治維新期の廃藩地検では、稲地方の幕府領は、稲県に、高島藩は、高島県に、飯田藩は、飯田県に、高東藩は、高東県にそれぞれ再編されたが、1871年12月31日には、すべて、千熊県に編入された。そして、1876年8月21日に、 筑区県が分割されると、長野県に編入された。諏訪地方や上稲郡の北端の立つのに1905年から1906年に、中央本線が通じた一方、稲田には明治前中期の官営鉄道建設からは、漏れたものの、1909年に稲電気鉄道が開業し、1927年には稲電、三新鉄道が稲地方を従官するようになり、 1937年8月には、神宮前から立つのまで御社による、私鉄路線網が形成された。他方、地野と東進の田中を結ぶ私鉄が計画されて、1919年に、ク諏訪電気鉄道も発足したが開業することなく、破産。1944年には、地野花、末期間に、貨物専用の諏訪鉄山鉄道も開通したが、旅客化することはなかった。 1981年には中央自動車道が開通した。下稲郡上稲郡諏訪郡南進地方における都市雇用権。一般的な都市圏の定義については都市圏を参照のこと。国土交通省が基準として定めている都市圏では以下の市町村が含まれる。飯田市都市圏朝日新聞社発行の民力で定義されている都市圏は以下の通り。 岡谷市都市圏、諏訪市都市圏、千野市都市圏、稲市都市圏、駒金市都市圏、飯田市都市圏2015年国勢調査によれば、昼夜間人口比が100%を超え、流入超過となっている。自治体は、諏訪市、飯田市、駒金市、稲市、富士見町、大鹿村、あ村、阿南町となっている。国土交通省の全国感染旅客巡流動調査の生活圏間流動において、諏訪、 伊那及び、飯田を、出発地とする、目的地は、以下のようになっている。ただし、同調査では、同じ都道府県内の生活圏へのデータがないため、それらを除く、207地域生活圏、諏訪、伊那は、諏訪地域と上伊那地域を、飯田は、南新州地域を指す、甲信越地方は、白地、東海北陸地方は、それ以外は、出発地、諏訪、 伊那出発地、飯田高速道路国道道の駅松本空港か、中部国際空港が、最寄りの空港である、タクシーの営業区域新聞 FM ラジオ局、食品工芸品新州スワ味噌天丼2009年11月11日、南新地方旧市町村の旧団体によって、発足した、各団体ごとにご当地グルメとしての丼物を、開発し、地域おこしにつなげる。 加盟団体及びメニューは、下記の通り。ただし、隣接学区の公立高校も受験できるため、第一学区以外の公立高校が受験可能2007年5月19日読売新聞2008年5月30日南、新州新聞 ABCD 社団法人長野県市、観光会長野県市民族編、第二関南新地方言葉と伝承平成26年度総合調査、研究。 新州、天竜川どんぶり街道の会発足。稲田にネット。https コロンスラッシュスラッシュ ina-dani.net スラッシュトピックススラッシュディテールスラッシュ。id イコール250902019年5月25日、閲覧。新州、天竜川どんぶり街道の会。長野県上稲地方事務所。2 0 1年3月29日時点のオリジナルより。 アーカイブ、2019年5月25日閲覧、オフィスさんが、その道は激うま丼に続く、長野県、新州、天竜川どんり街道で食べ尽くす。マイナビニュース、https コロンスラッシュスラッシュニュース .mynavi.jp スラッシュアーティクルスラッシュ 20130920-tonburi スラッシュ2019年5月25日閲覧。 ありがとうございます。